が終わるとき、あなたは何を思い浮かべるのだろう。どれほどの希望を胸に抱えて次に進むのだろう。心から望んだ平和の全てが幻だったとしても、動き始めたこの船はまた新たな航海に汽笛を鳴らす。今日で終わるとニュースが告げた。昭和64わずかなのか、そして平成が明けた。かつて兵士たちは目隠しのままで玉砕しました。消え去った祖国の夢と、今もあの時を悔やんでいるならば、声を上げてほしい。新しい原稿のもとで民が口にする絆はどれだけ強いというのだろう。弱い者たちを見捨てた時の苦みは今も淀みのようだ。心から憎む者、その全てをあなたが取り去ったとしても、その後でまた僕らはどこからか弱者を探し出し弾く。時代は変わる、望む望まぬ。平成30年時の皇帝よ、その手で平成を終えて。かつて俺たちは知性の火事を預けていました。放棄していました。誰も誰かの人としてあるべき尊厳を新しい結構のもとで。Take all of